こんにちは、柴田です。今回はビル・ローレンスのテレキャスタイプのレビューになります。おはようございます。ビル・ローレンスはですね、最近はあんまり著名人が使っている感じはないんですけど、僕ら世代だったらね、鮭さんだったり、あとシャランキューの畑さん、プリンセスプリンセスの奥井香織さん、そして僕が大好きな森高千里さんですね。90年代は結構著名人が使っておりました。販売は森平さんがやっていたので、結構古いね、アコースティックギター専門のお店とかにもこのビル・ローレンスは置いてあったっていうイメージが90年代はですねありましたね。このテレキャスタータイプはですね、モダンな感じになっておりまして、ツーハム、しかもですね L500 が乗っております。この L500 はですね、ヌーノだったり、あとパンテラのダイムバックダレルとかが使っていることでも有名です。結構ね、ハイに特徴があって、ジャキッとした感じで、ピッキングにですね、一音一音こう噛みついてくるような強さがあります。ナチュラル系の音は非常に粒揃いが良くて、一個一個の音の存在感っていうのがはっきりしてます。で、ネックはメイプルなんですけれども、個性的なシェイプで、ちょっと丸みのある V、C と U の間ぐらいな感じの V で、めちゃめちゃフィット感がいいんですよね。そしてフェンダーほどの R がなくて割と平らな感じ。これは当時のね、流行りの音楽、メタル系が流行ってたりしたので、そっちにも対応できるような感じにしたんじゃないかなと。そして各パーツはゴールドなんですけれども、いい感じでくすんでおります。ブリッジです。いい感じのくすみですね。で、ビル・ローレンスといえば、この独特なヘッドの形状。これはね、一周回ってかっこいいなと最近思います。で、ボディ材なんですけれども、このタイプはですね、アッシュとアルダー2種類あったらしいんですけれども、これね、シースルーになっているので、シースルーはアッシュらしいです。木目がかっこいいものをシースルーには使っていたんだと思います。それでは音を鳴らしていきたいと思います。